はい、ココナッツです。本日2回目の動画です。地元の、茨城県フラワーパークでの、ご紹介というわけですが、いい具合に、光と影のトーンが、あえなす、そんな風景なんですけど、ちょっと気をつけないといけないような鉛色っぽい雲もよく見るとそこかしこにあるんですね。こっちの方が夏らしいですよね。ちょっとこっちの方が大丈夫かなと、そんな感じです。実はアジサイを撮る前にまだ、いくつか数種類の花が、咲いていたので、そちらの方の撮影をしておりました。やはり人間の見た目に最も近く、あ、失礼しました、何か踏んづけちゃったようなんですね。人間の見た目に最も近く、得られる画角というものが、非常にナチュラルであるという、まあ自分もその意見には賛成なんで、先ほど紹介させていただいた、寸評の動画の中にあった、50mm の明るさ F1.2 の、レンズで、そこの花を撮影しました。なんか独特の形です。自分は嫌いじゃありませんよね。なんかこのもうすぐそういう時期を迎えるんですけど、このなんていうんですか、あの子供がよくあの夏祭りのあの夜店屋台ですか、ああいうところで買ってくるなんかこのふさふさかボンボンみたいのを思い出しますよね。こんなところにもまだなんかありますね。ちょっと分かりづらいですね。これ自体あまり咲き誇ってるというわけではないんですね。他を見てみましょう。なんか鬼人手なのかガンガゼなのかよく分かんないんですけど、そういうのもあります。とにかくいい天気なんですね。いやー、今日早起きしてきたのは正解でした。まあ早起きといってもいつものように4時5時起きではないので、体力にもまあ余裕があるんですよ。これでもあの奥のにちょっとクローズアップしてみましょう。ちょっと白がきつくて飛んじゃってんな。この辺がピントの限界でしょうか。
今は園内ですね、実言うと、バラの時代の何でも回収イベントのためにあちこちに車がね、作業車が止まってるんです。ではまた実際の方で撮影が無事に終了したら動画でご紹介したいと思います。